加減が波の伝わる速さと同じ速さで移動しながら波を発生させる場合についてやってみることにしましょう。はい、今度は先生とベルトコンベヤーが同じスピードで移動するんですね。そうですね。できるんでしょうか、はい、先生。お願いしますね。やってみましょう。はい、先生見事ですね。そうですね、綺麗一直線ですよ。そうですね、なんか波の壁のようですね。不思議ですね。どうなってるんでしょうか。波を作りながら波源が次々移動していきますけども、波の速さと波源の速さが等しいため先頭ではこのように線が重なってます。つまり一個一個の山が重なって高い山になる。これが先ほどの積み木の山でした。